you 初代教会の時代において使徒パウロは神に選ばれた異邦人伝道者として重要な働きを担いました彼の伝道旅行によってエルサレムから遠く離れた違法の地においても日々イエスキリストを信じるクリスチャン回収者の数が増えていきましたしかしそのうち新しくクリスチャンになった 異邦人教会の信徒はある問題に直面するようになりました今回はここから教訓を得たいと思います使徒パウロは伝道旅行という形で初代教会を巡回しながら信徒の指導に当たっていたのですが彼にとって非常に頭を悩ませることがありましたそれは 彼がその教会での働きを終えて移動した後にパウロと同じくユダヤ教からキリスト教に改宗したユダヤ人教師がパウロのそれまでの教えを全部ひっくり返して回ったのです。その結果熱心だったガラティア教会の信徒までパウロを偽教師呼ばわりして 彼を非難する状況に陥っていったのでした。その事実を知ったパウロは。非常に厳しい表現で。ガラテヤの教会とユダヤ人教師にあてて。手紙を書き送っています。それが。ガラテヤ人の手紙になります。あなた方がこんなにも早く。あなた方をキリストの恵みのうちへ。 お招きになった方から離れて違った福音に落ちていくことが私には不思議でならない。それは福音というべきものではなくただある種の人々があなた方をかき乱しキリストの福音を曲げようとしているだけのことである。しかしたとえ私たちであろうと天からの見つかりであろうと私たちが述べ伝えた 福音に反することをあなた方に述べ伝えるならその人は呪われるべきである私たちが前に言っておいたように今私は重ねて言うもしある人があなた方の受け入れた福音に反することを述べ伝えているならその人は呪われるべきであるここでシト・パウロは ユダヤ人教師に対してては呪われるべきとままで言っていますなぜパウロはここまでユダヤ人教師を非難しているのでしょうかそれはかつてのパウロがこのユダヤ人教師と同じ間違った精神を持っていたからです。かつてパウロはユダヤ教パリサイ派に属していましたが先祖からの言い伝えを重んじて や神殿の儀式ユダヤの祭りなどを救いの根拠として重んじる間違った人生を歩んでいたので自分と同じ過ちに陥っているユダヤ人教師に対してかつての自分を見るような気持ちで熱心に彼らを正そうとしたのでした一方ユダヤ人教師はパウロの信仰による義の教えが 異教から回収したまだ信仰に入って間もないクリスチャンにとって生塗り教えだと感じていましたこの異邦人クリスチャンたちは異教文化の影響力からまだ完全に抜けきっていなくて市場に出回っている異教の祭司が私福を肥やすために安く提供していた偶像に備えた肉を血を 抜かないで食べる有様だったからです。聖書では。肉を。血のままで食べることは。罪とされていました。そこでユダヤ人教師は。ユダヤ人の厳格な。割礼を彼らに貸してみて。彼らが自分たちと同じ。熱心さを表すかどうか。ということを。試金石にしようとしたのです。その結果。 ガラテア教会の信徒はパウロの信仰による義の教えからだんだんと形式主義的な行いによる義へと陥っていき最終的にはパウロの教えの方がおかしいと非難するところまで来てしまったのですそんな彼らにパウロは次のように書き記しました「ああ 物分かりの悪いガラテヤ人よ十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに一体誰があなた方を惑わしたのか私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたいあなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからかそれとも聞いて信じたからか あなた方はそんなに物分かりが悪いのか見たまで始めたのに今になって肉で仕上げるというのかあれほど大きな経験をしたことは無駄であったのかまさか無駄ではあるまいするとあなた方に見たまを賜い力ある技をあなた方の間でなされたのは立法を行ったからかそれとも聞いて 信じたからからここでパウロが強調しているのは「見たまで始めたのに今になって肉で仕上げる」というのかという部分です。この部分はとても重要なポイントとなります。パウロはかつてのユダヤ教であった自分がキリストとの出会いによって変えられた経験すなわち自らの 形式的な行いによって救われるのではなくキリストに対する信仰によって神に従い続ける生き方をガラテヤ教会の信徒に教えたのでしたそして彼らもそれを聞いて信じた結果パウロと同じ異教からクリスチャンへと回収した経験をしたのですパウロはこの人生の一大変化が 信仰によってなされたのかそれともユダヤ人の形式的な教えの結果なされたかを彼らに考えさせようとしたのです人の義とされるのは立法の行いによるのではなくただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて私たちもキリストイエスを信じたのであるそれは 立法の行いによるのではなくキリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら立法の行いによっては誰一人義とされることがないからである。パウロがここで強調したいのは信じればただそれだけで救われるということではありませんでした。そうではなくかつてのパウロや ユダヤ人教師が主張するラビア立法学者たちの教えである先祖伝来の人手によって定められた規定は救いの根拠とはならないということを強調したいのでした事実それは全く救いには関係のないことでしたなぜならば旧約時代のユダヤ人の割礼は確かに 神ととののの契約の証拠となったのでしたがキリストの新約時代以降には神との契約の証拠は割礼ではなく信仰による沈めのバプテスマへと入れ替わっていったからでしたそしてパウロもまたアブラハムの子孫である先民ユダヤ人だけが救われるというかつての自分の思想が。 間違っていることをここではっきりと述べています。あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに合うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを来たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男も女もない。 あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるならあなた方はアブラハムの子孫であり約束による相続人なのである。このようにしてパウロはガラテヤ教会内で広まっていた先民ユダヤ人の死んだ形式主義の精神を排除するために徹底的に取り組んだのでした。 彼がエルサレム会議でユダヤの慣例を違法人に強要するべきでないことを訴えた結果そこで議論がなされ違法人には割礼を強要せずただ偶像に備えた肉を血のままで食べないことだけを違法人の信徒に求める決議がなされました。さて ある人たちがユダヤから下ってきて兄弟たちにあなななたた。方もモースの慣例に従っててを受けなけれれば救われないいいと説いていたそこでパウロやバルナバと彼らとの間に少なからぬ紛糾と騒論とが生じたのでパウロバルナバそのほか数人の者がエルサレムに上り人たちや長老たちとこの問題について協議することになった。 すなわち精霊と私たちとは次の必要事項のほかはどんな負担をもあなた方に負わせないことに決めたそれは偶像に備えたものと地と絞め殺したものと不貧困等を避けるということであるこれらのものから遠ざかっておればそれでよろしい以上この決議により 彼はユダヤ人教師が主張する割礼や神殿の儀式ユダヤの祭りなどに関する数々の規定からなっている戒めの立法がもはやキリストの十字架によって廃止されたということを他の違法人の教会宛にも書き送る必要性を感じたのです。ここでエペソの教会へ パウルが書き送った手紙を見てみましょう「あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのであるそれはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である決して行いによるのではないそれは誰も誇ることがないためなのである」。 私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのであるだから記憶しておきなさいあなた方は以前には肉によれば違法人であって手で行った 肉の割れあるものと称せられる人々からは無割れなものと呼ばれておりまたその当時はキリストを知らずイスラエルの国籍がなく約束されたいろいろな契約に縁がなくこの世の中で希望もなく神もないものであったところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが 今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって2つのものを1つにし敵意という隔ての中書きを取り除きご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの立法を廃棄したのである。それは彼にあって2つのものを 一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのであるそれから彼は来られた上で遠く離れているあなた方に平和を述べ伝えまた近くにいる者たちにも平和を述べ伝えられたのであるというのは 彼によって私たち両方のものが一つの御霊の中にあって父の身元に近づくことができるからである。これはエペソ教会の違法人の信徒とユダヤ人信徒との間で論争となっていた割礼の問題などのユダヤのしきたりにおける論争点を キリストの十字架が取り除き、もはや両者のものが敵対すべきでなく、聖霊の中にあって一致するようにとの訴えになります。つまり、この手紙もまた、パウロがガラテア教会に送った手紙の内容と同じであることが確認できるかと思います。そしてさらに、同様の内容が コロサイの教会にも書き送られていますあなた方は先には罪の中にありかつ肉の割ツがないままで死んでいたものであるが神はあなた方をキリストと共に生かし私たちの一切の罪を許してくださった。神は私たちを責めて 不利に陥れる少々その規定もろとも塗り消しこれを取り除いて十字架につけてしまわれたそしてもろもろの支配と権威との武装を解除しキリストにあって凱旋し彼らをその行列に加えて晒し者とされたのであるだからあなた方は食物と飲み物とにつきあるいは祭りや 新月や安息日などについて誰にも批評されてはならないこの聖句の中で神がその規定ものとも塗り消しこれを取り除いて十字架につけてしまわれたのがまさに割例を受けていない違法人を責めて不利に陥れる証書すなわち 先祖伝来ののユダヤしでしたこのようにパウロはユダヤ教時代の形式主義の失敗から得た教訓を当時の違法人教会に書き送ることによって教会内に生じていた混乱を解決に導こうとしたのですしかしこのような当時の初代教会の問題について 多くのキリスト教会では語られていませんそれによって今度は私たちの時代の教会までもこれとは全く違う混乱が生じてしまっています。それは先ほどのエペソー2章やコルサイン2章に出てくる人手によって定められた規定のことをモーセの実戒であると理解してしまい神の立法自体が されたのだと主張する教えが広まっているのですまたその教えの根拠として主張されるのが「安息日」などについて誰にも批評されてはならないと記されてある部分なのです。しかし実はここでパウロの言っている「安息日は」はモーセの「実会第4条」の「 第七日安息日のことではありませんでした。ここでの安息日は祭りや新月の中で守られていた祭りのための安息日だったのです。あなた方が地の産物を集め終わった時は7月の15日から7日の間主の祭りを守らなければならない。すなわち 初めの日にも安息をし8日目にも安息をしなければならないこの祭りのための安息日は祭りの初日と最終日などに定められていた安息日でしたので曜日は決まっておらず年間にすると20日ほどありましたちなみにある時はこの祭りのための安息日と第7日安息日が 連続になることもありましたその時は連日で礼拝をしましたまた祭りの安息日と第7日安息日がちょうど重なることさえありましたこの時は大いなる安息日と呼ばれ特別に大事な日とされていましたちょうどキリストが十字架につけられた直後の安息日は杉越の 祭りのための安息日と第7日安息日が重なる大いなる安息日だったとヨハネによる福音書の19章31節には記されてあります。つまりパウロによると、先民イスラエルが旧約時代からおもんじていた割礼や神殿での儀式、ユダヤの祭りや 祭りのための安息日が新約時代には廃されたのでしたそれではなぜこれらのものは廃されたのでしょうか聖書には次のように記されてありますこれらは来たるべきものの影であってその本体はキリストにあるここで来たるべきものの影の 来たるべきものとは誰のことでしょうかそれは世の罪を取り除く神の子羊イエス・キリストのことです。そしてそのイエス・キリストの影とは先ほどの神殿の犠牲やユダヤの祭り祭りのための安息日のことを表しています。旧約の時代に 影であるこれらの儀式を通して来たるべきイエス・キリストの十字架をあらかじめ人々に教え希望を差し示すという意味があったのでしたそのため新約時代に影の本体であるキリストがお生まれになりそして十字架につけられたのでもはや象徴としてのものは 本物によってその意義が失われたとということなのですその証拠にキリストが十字架で犠牲として死んだちょうどその時今まで犠牲制度の象徴であったエルサレム神殿の幕が2つに裂けて誰も見ることが許されなかった死聖女が丸見えとなり もはや神殿ととしてて使いい物にならなくならくっていることがわかりますそしてこの時に今まで象徴として行われていた神殿の儀式や祭りそしてそれに伴う祭りの安息日は全て廃されたのですイエスはもう一度大声で叫んでついに息を引き取られたすると身を 神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたそれ以降私たちクリスチャンは杉越の祭りなどのユダヤの祭りを行うことはなくなりましたので当然新月の安息日や祭りの安息日もなくなりましたこれがパウロが新約時代に廃されたと言っている霊典に関する立法 すなわち霊天律なのですここまで皆さんとともに学んできましたがもう一度整理してみたいと思いますパウルが立法について語る時次のことを考慮する必要があります一つかつてのパウロは立法主義者だったゆえ形式主義的な立法の行いについて 否定的な表現をするがそれは立法が不要であるという意味ではない。二つ「浸るべきものの影である神殿の儀式ユダヤの祭り祭りのための安息日は本体であるキリストの十字架の犠牲が完了した時に廃された」。つ。 モーセの実戒はキリストの十字架によって廃されたわけではなく永遠の立法であり今もなお神の見舞いに有効であるこれらのことを頭に置きつつパウルの書簡から学ぶ時に私たちは初代教会や現代の教会の教理の混乱から守られるかと思います。 どうぞ皆様の上に神の特別なお導きがあり、神を愛し、また隣人を愛するクリスチャンライフを共に歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、今回は皆さんと共にパウロの初代教会時代に 当時の教会の間でどのような問題が起こっていたか一つ一つ考えることができましたことを感謝いたしますいつの時代にも私たちクリスチャンの精神の中には形式主義に陥る危険性があります私たちは神との出会いを経験し信仰によって私たちのそれまでの人生が一変するという 経験に預かりたいと望んでおりますどうぞ形式的なクリスチャンライフではなく生きた神との交わりを日々経験することができるようお助けくださいまた律法が廃されたのではなく今もなお有効であることを覚えて日々あなた様の御前に律法を高めて歩んでいくことができるようお助けください この祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン